伊地地公介大正6年1月23日は、日本の陸軍軍人。日露戦争の旅順後為戦では、野木マレスケの下で、第三軍参謀長を務めた。借位は、男爵。最終階級は、陸軍中将。薩摩藩士、伊地地すぐえもんの長男として生まれる。御神兵に選ばれて上京。陸軍幼年学校を経て、明治8年12月に、 陸軍士官学校に入校。明治10年4月から翌月まで、西南戦争に出生した。明治12年2月、砲兵将尉に任官し、同年12月、陸軍士官学校を卒業。陸士級2期の同期生には、井口翔吾、大迫直道、田村伊予蔵、豊島洋蔵、長岡外志らがいる。明治13年にフランス、4年後にドイツ帝国に留学。この間に、 ドイツ参謀総長、ダイモルト家から彼の信頼する参謀将校、デュヘ大儀を紹介され、戦略戦術の指導を受けているが、これに、野木マレスケも抗議を受けることになり、維持地が通訳などの世話をしている。明治22年11月、砲兵少佐に進級し、野戦砲兵第一連隊大隊長に就任。日清戦争時には、第二軍参謀副長として出征した。その後、 大本営参謀、参謀本部第一部長、英国駐在部官を務める。明治33年4月、陸軍少将に進級。同年10月、再度参謀本部第一部長となり、以後野戦法兵官、刑場公使官付などを歴任。明治37年5月には、第三軍参謀長に補いされ、日露戦争における、旅順行為戦を戦う。 明治38年1月、旅順要塞司令官。明治39年4月に、東京湾要塞司令官に転じ、明治39年7月、陸指導規制の戦闘で、陸軍中将に進級。明治40年9月、日露戦争の軍港により、弾爵を授けられる。明治41年12月、第十一師団長に、親保される。 明治43年11月に退命、明治44年11月より病気により、休職、大正2年1月に、予備役、4年後の大正6年1月に死去、朝鮮駐在ロシア公使パブロフと、維持水進会見での記念撮影。中央列の左右が、地知日露戦争開戦直前の明治37年1月、野戦砲兵館であった伊地知は突然本職を、免じられ、 韓国公使館付部官となる。日露海戦にあたり、ロシア帝国の帰選を制するため、参謀本部は優位の人物を韓国に派遣して、情報任務や特別任務に従事させたが、この一員であった。海戦諸島の大陸進出を容易に行うため、韓国臨時派遣隊の宿舎の準備などが行われた。また臨時派遣隊の到着を翌日に控えた2月8日に、晩餐会を開くといった、 疑問行為を実行した。翌日9日の似川沖海戦の後、臨時派遣隊は無事上陸を果たした。海戦後に生じた、ロシア講師及び講師艦付け護衛部隊の処理という問題の解決についても、維持地の尽力が大きかった。維持地はフランス語が堪能であり、西洋の風俗習慣に精通していたことから、外国人間において特に信任を得ていたという。また、 当時日韓両国間での難問であった日韓議定書締結問題についても関与しており2月頃に韓国内の反対派を排除することに成功している維持地の公使官付部官としての任期は2ヶ月のみで同年3月には帰国し再度野戦砲兵官に任じられるその後旅順要塞攻撃のために編成された第三軍の参謀長に就任した第三軍は 大連から両党半島を精神していく過程で、ロシア軍の防御陣地との戦闘を幾度も経験し、ロシア軍の防御が堅固であることを十分に認識していた。ために、伊地地は慎重な態度を取るようになった。第三軍は7月30日には、ロシア軍を要塞内へ追いやり包囲を完成させた。包囲後間もなくの8月4日、満州軍総司令部参謀。 井口省吾少将が第三軍司令部を訪問をする、旅順攻撃の事実を短縮、すべきことを要請する参謀総長、山形有友からの所管を手渡すためであった。大本営はできるだけ早く旅順艦隊を処理し、監視に拘束されている日本艦隊を自由にしたい、また第三軍を早期に北方戦線に加入させたいという思惑があり、また、 旅順要塞の攻略を楽観視していたため、九州速攻を主張した。しかし、両島半島各地での戦闘で、ロシア軍の堅固な防御を実践で経験し慎重な態度を取るようになっていた、伊地ちら第三軍側は、急進突撃一挙これを陥る,るごときは、失敗を免れざると、ガンとして拒否した。井口対伊地治療少将の旅順要塞攻撃意見は、絶対に相違したるために、 弾論蓄次激越に陥り、ついには腕力沙汰にも及びかねまじき勢いであったというと伝えられる。この弾論は計画の事実より3日だけ早めるということで決着した。包囲後、軍司令部は柳樹坊なる場所に置かれた。ここもしばしば敵弾に見舞われる場所であったが、第1回総攻撃にあたっては戦闘司令所は、 激戦地となった東警官三北掘類から3キロメートルという場所にまで進められ、主にここで指揮が取られた。総攻撃の攻撃方法は、強襲砲が選択された。この選択にあたっては、当時、フォンザウェルの強襲戦法なるものが兵学会を風靡していたことが影響していると思われる。旅順要塞は、各掘類をコンクリートで囲い、掘類間には残壕を掘って、鉄条網を敷いた。 防御船を30にわたって施設した近代要塞で機関銃、大砲、地雷をもって防御されており、第1回総攻撃は大損害を被り東西、万流山掘りの確保という戦果に止まり失敗に終わった。総攻撃中止後、柳次防にて以後の攻撃方法が議論された。軍司令部側は、強襲法を取りやめ、平坦参謀井上育太郎公平少佐の提案する。 成功法に切り替える案を提案したが、実戦部隊である各師団代表は、教習法の継続を主張した。議論の決を取るべき立場の維持値は、採決を取ることができず、最終的に、乃木の決断によって、成功法の採用で決着した。内地では代行径法を、旅順戦に用いることが決定され、28センチメートル縦断法6門が、配属されることになった。 これは9月上旬に到着し、10月初頭には死者が行われている。またさらに6門が増加配属され、中旬にさらに6門が増加配属となり、合計18門が旅順行為戦に使用されることになった。行為戦の途中、攻略が遅いことを理由に、満州軍総司令部や大本営から第三、軍司令部の人事刷新の意見が出されたこともあったが、明治天皇や、 大戦岩の反対により却下され、攻略戦の終結まで、第三軍参謀長として任務を全うした。攻略戦後は、旅順要塞司令官に任命され、軍参謀長としての職務を終えた。日露戦争終結後の国内外戦は、北方より帰還する第三軍司令部に同道した。伊地地が、東京湾要塞司令官であった、明治40年11月頃、 師団長に転ずることが取りやめられたことがある。この際に、陸軍大臣、寺内正武が、井口翔吾将との談話の中で、元来特化出身将官を、師団長に、試してか、なるや、否やに収むては未解決問題に、してた実に決せられさるかからす云々と語ったということから、この是非論が持ち上がった。井口は、当事者である井知を訪問し、意見を聞き、 また、上原優作、河村景明、長岡外史、野津道すら、奥安方らと意見交換した上で、山形有友の意向を尋ねている。その後、陛下を、千抜適任者をもって、補する丘、とする派もちろん、という結論となるのだが、そもそも、寺内が、特化出身者の師団長任命を避けたがっていたという、こと自体が大いに疑問であり、 井口の一人相撲であった可能性が高いとされている。い地ちの評価には否定、肯定両論が存在している。否定側の考えを代表するものとして、昭和40年代に新聞連載され後に単行化された、柴良太郎の小説、坂の上の雲での描写が挙げられる。この中では、い地ちは、作戦、指揮能力に欠けた無能者として否定的に評価され、これが、 一般的に広く知られている。総じて、旅順要塞攻撃において、融通の効かない硬直した作戦式を行い、損害を拡大させた点が批判されており、これは維持地個人への批判にとどまらず、このような人材を参謀長に据えたのは、刑罰、反罰調整、常実等のお手盛り人事の弊害であるという批判に拡大されることが多い。また、戦後に、 日露戦争の先行により断尺となったことも相場の敵人事であると批判されている。また大将に昇進せずに中将で退役した点を挙げて、維持値の評価はさほどのものではなかったとする指摘もある。このような否定的評価は2000年代以前の出版物で広く記述されていた。近年の研究調査によって上記のような否定的評価は 下記のように論拠を持って否定する意見も見られる。維持値の評判が悪かったのは、以下の要因が示唆されている。軍参謀長としての評価であるが、優柔不断な点が批判されている。異界勲章等外国勲章廃用隠居。ありがとうございます。